うん、私も絶対に寝ると思ったら寝なかった、あのギリギリで起きました。危ない、眠かったですよ本当に。寝るとこだった。カイトさん、あいた、イケイピさん、あいたらさん、単独、ユキユキさん、チューチューさん、あーなっちゃんさん、うーん、高野さん、ありがとう。あいたらさん、にゃんこさん、結婚して、あー、しません。今日帰ってきたの、いいね。ちなみになんですけど、あの ST48 の、まあ、私が出演する僕の太陽公演も、まあ、ただいま、まあまあ、販売中みたいなとこありますよ。なっちゃん、ストーンさん、結婚して、しません。まっちゃん、単独。福田さん、まあ、ワハオパワー、アワーみたいな。まっちゃん、結婚して。嫌です、しません。トーナーさん、会いたい。会えますかありがとう。ルースさん、ゆきひらさん、ありがとう。豊中のひろさん、ともかぜさん、トーンさん、ありがとう。おでも、ほんとにね、寝かけてて、もう絶対に寝るところだったんだけど、なんと、耐え抜いた。豊中のひろさん、にゃんこさん、石川くんさん、いっちーさん、くまさん、じほうさん、ありがとう。やばいやばい、もうなんかだから目がしょぼしょぼなんだよね今、なんかライトがいつもより弱い。四国学園さん、豊中の広さん、ありがとう。25日当たったら行きますけど。お、25日出るんですよ。にゃんこさん、くまさん、ありがとう。7月25日にある僕の太陽公演待ってます。くまさん、ありがとう。マクさん、結婚して、ちょっと契約違反だしダメですよ。まあ、3.75 さん、ありがとう。やばい、眠た。りーちゃさん、とんさん、しおきさん、ありがとう。いや、そう、昨日マジでびっくりしてさ。小林さん、ありがとう。昨日なんか違う、あのベッドのね、なんか枕があるとこだと思ってこう頭をこう下げたんよ。したらなんかちょっと距離感ミスって、ベッドのこのフレームなんて言って、木のめっちゃ硬いとこにガーンって思いっきり やっちゃって、もう超痛くて、なんかずっとね、なんか揺れてて、脳がもう死んじゃうかと思いましたけど、なんと生き抜きました。元気です。でも昨日ずっと痛かった、痛がってた。パセリさんが、うん、同じ匂いかな、がする、なんだって、こっちのセリフですよって感じですよ。あ、明日は25日もしか、嬉しい、やったね。みんな当たるかな。ワンタンさん、ありがとう。タンコブできてないもんだって、見せるものにもないです。ワンタンさん、ありがとう。身長伸びた、縮んだじゃなくて。タンタンさん、石風さん、ありがとう。もうね、息抜きましたよ本日も。え、本当に痛かった、もう痛そうって感じ。おい、痛そうって感じでしょ。マジで痛かった、なんか揺れてた、脳が。太陽のジュース、しんいちさん、ありがとう。いや、ベッドの心配せんで、こっちの心配して。うん、本当にびっくりびっくり。どちらかというと被害者、あーでも加害、いや被害者か、ベッドの方が確かに。急にね、かわいそう、ベッド。そう、今日なんか夏の瀬戸内ツアーの夏の瀬戸内ツアーの徳島公演が初日だったんだけど、から1年経ったらしくて、私その徳島公演の出演人物だったんですけど、1年経ちましたよって思ってね、びっくりだよね。四角さん、いちごひろさん、ありがとう。そうだよ、同じ誕生日。1年越し、1年経ったね、1年経ったんだって。デブピルさん、ありがとう。難しいな、なんかもう死ぬ、なんかマジで、なんかダンス覚えられんすぎて、もう毎日死にそうになってた記憶がある。テレピーラさん、ありがとう。あ、読んだか。まさきさん、ありがとう。お、メールね、7月2日か今メール継続した、ありがとう。伊沢慎一さん、デビューさん、ありがとう。通るたびに思う、それは超近所やね。でもなんか徳島のそのライブハウスはめっちゃなんか縦に低くて、他の場所よりめっちゃ頭ぶつけた。頭っていうか手ぶつけた。なんかね、思い出してよかったの、思い出してよかった。なんかこういう振りがあるんだけど、ここで
見事にぶつけました。ひらつぐさんありがとう。めっちゃ痛かった今。息を吸うようにフリレでもフリレは、まあ、自分ももちろんだけどもうみんなめっちゃ速くなったと思う。なんか最近レッスンが巻いたりとかするんよ、まあ、昔じゃありえないって感じだから、そう早く終わったりとかするぐらいみんな速くなった。ガムクさんありがとう。でも振り入れは、まあ、振り入れはほぼないので自力でやるしかないんですよね。これが汗汗。ファミマチョコバナナが売り切れてた、ね、冷凍のやつ。どういうことどういうこと。リキンヌさんガムクさんありがとう。いちごのモバメやめる予定はないよ。うん、そんな予定ないよ。みんなないよね。ないよね。そう、カスミもナーミョンもおった。カスミとナーミョンはね、愛媛も一緒だった。安住さんとあとリオさんと誰だ、あと一人、あと一人、ヒータン、ヒータン、わかんない、ヒータンと誰かいたな、誰だろう、え誰かいた、もう誰だったかわかんない、思い出せない。え見てない、出てたの今日。リキーヌさんありがとう。そう成長みんな頑張ったね。えそう徳島のね時なんか多分めっちゃ暑くて、暑い中人がいっぱい来てくれてたから、そう熱中症かなんかでちょっと倒れた方とかもいて心配でした。あの方は一体元気なのでしょうか。加点四国のレッスン始まるのかな、始まるのかな。今はねレッスンが多いんですよ7月は。まだねまだ発表できないんですけど。こんばんは。マンコーさんありがとう。ハートねえねえかすみ、うん、いろいろ違う。え今日タコの日、うんらしいね。あとうどんの日らしいよ。りちゃんさん、マンコーさんありがとう。うめき声、うめき声がね。あさきさんありがとう。ミックさんありがとう。イーナのやつもメールも取り始めた。イーナメールいっぱい送ろうとしてるんでしょ、うん、遅れてんの今日4。あ本当はなんと送れた、出たい6 うん難しい。なんか来たら結婚してしますよ。17時から22時しか私平日だからか、そう大変。えだからもう写真を大量に送ったらいいんじゃない、その内容一個一個告白。17歳までの私っつって0歳誰かいるんじゃない、わかんない、誰かいるの、うん、まあいいって。あ近所の人なの、心配ですよ。グローグさんありがとう。帰る、えねえ鬼滅の刃さ、あやば映画館になるんだよ、見に行きたいね。なんかサッチーからねLINE が来て、何かと思ったらやばい鬼滅やばいって LINE 来た、おもろい。南光さんありがとう。なんだっけこれ、七夕、ああなんか出身地みたいなやつ、すべて生歌で研究生ツアーの熱気をまた感じた。えそんな方におすすめなんですけどもう研究生公演、まあ、今はもう研究生公演じゃなくなっちゃったのに、舞台公演とか3期生もういつでもどこでも頑張ってる、生歌頑張ってるのでぜひね。湿度高いとね言うよね。ゆいちさんありがとう。単独もう誰、もうゆいにゃん、もう誰、ゆいにょ、もう誰もう誰、ハートありがとう。なんかさそう17歳の人、もくもくさんありがとう。ミシルボイス結婚してダメです、なんかどういう声って感じ。確かに緊急性ツアーの千秋楽めっちゃね盛り上がりがそのめっちゃ高かったよね。めっちゃ変な声出たよ。ムカズさんありがとう。電気代、カエトさんありがとう。ユイニャンツアー初日1曲目から泣いていた、そうなの、黙ってなんか誰だよ、言わないよね、秘密だよね普通に。ピアノショールームね、秘密だよね。高松、いいね。えてか3部作
え、だからさ、鬼滅はもうさ映画3つで完結するってことだよね。映像化したやつは遅刻です。あ、ひーちゃんが配信始めた。誰なん？ゆうなマクさんだ。あ、だ何何の声？マクさんだ。寝ぼけとるやろ。寝ぼけてない。絶対寝ぼけてるでしょ。さっきまで仕事寝てたのは本当。ほんまに眠すぎてさ、なんか2人ともさ抱き合って寝てたよね。なんか どっちが起きたのあれ。いちご起きた。私が起きて、うん、時間見たら、うん、やばかったから36.5とか6とかで、うん、えってなって、いや、やばいって言って、やばいやばい寝てた寝てたっつって、うん、抱き合って寝とったよね。キモすぎる。キモい。ねえ難しい、やめて。抱き合いたくて抱き合ったわけじゃないもん。ねえ。バラしたと思いますか皆様。エネルギー危機じゃ STU も通おう。そういえば20日の詳細がまだ発表されないね。え、私らも知らんのよ。だからえそう気になって。でもまあでも大体ポジション的な観点でまあ誰が出るか大体予想つくけど、けどまあでもリエッジの最後だしな。川が氾濫したってこと。ヒデキンガーさんありがとう。今は何を研究してるの。今はね、今はね、いろいろあっさりしたことあり方やな。そうだよ。このあ、目からポカリが出てた。そういうことか。涙じゃなかったんか。じゃあ騙された。そう、ね、やだ。目から。もうやだ。25日僕体育園楽しみ。あ、眠いから何でも言えちゃう。でも静かにして。暴走しないで。いちごが抱きついてきてんね。は、そっちだよ。いちごが抱きついてきたんだ。ねえ、自分が抱きついたくせになんかこっちが抱きついたみたいなこと言ってる。やめて。違う、そう、明日頑張って起きる。うるさい。スティッチって言われてるよ。やばい。こもり。みそきんはあのなんかヒカキンさんっているじゃないですか、 YouTuber のヒカキンさんが作った開発した、わかんない、なんか味噌ラーメンなんだけど、それのご飯バージョンみたいな。やばい、なんか見たいね、もう一回ツアーの映像見れんのんかな。なくさんありがとう。研究生ツアーの香川公演完売しなくて心配してた。そうなの。でもさ、ゆいなたちさめちゃスケジュールすごかったじゃん。かわいそうだった。何が。え、だって公演の合間に名刺配って。え、あった。確か2公演だったじゃん。で、公演する、名刺配る、公演する、で次の日公演する、名刺配る、公演するでしょ。よう生きとんね。わしだったら無理だった。でも体力もついたと思う。本当に、ね、後半みんな泣きながら公園出てたもん。本当に体が動かないっていうのがみんな出てた。なんかもう名刺置いといたらご自由に受け取りくださいみたいな。本当にもうね、死にかけてた。みんな危険が危ない。いや、同じ意味。いいにゃん、飲んでるの水をね。さっき水がぶのびした。足の垂れ方を研究。確かに酔っ払いとか言われておもろい。秘密、いちごの秘密の暴露あるかないですよ。パンタンさん、アルカリさん、やめて。なんかしようかな。後で教育しておきます。マンコーさん、ヤッさんありがとう。ジュージャン配信だけ持ってた。本当、どなたが横にいるんですか。誰ですか。言わないみたいです。ヤッさんありがとう。奥田のゆいな。え、名刺ギリギリ間に合わんかった。やだね、それはかわいそう。なんかでも徳島はなんか一番初日だったし、全員で配ったわけじゃなくて、なんか日曜日だったんだよね公演が。で、次の日が月曜日だから学生組は広島にお帰りなさられて。そう、え、マジで徳島めっちゃ思い出した。急になんかナーミョンと同じ部屋だったんだけど、なんかナーミョンが
ナオミンと私が疲れすぎてもう爆睡してたんで、も次の日もう5時とかに起きないといけなくて、その自分たちの部屋にメイクさんが来て 髪の毛とかやってもらうっていうシステムだったんよ。そうなのなんだけど2人とも爆睡してて、なんかそのメイクさんのコンコンって音で起きたんよ2人とも。で2人とも「やばいやばい今何時何時何時」とか言って「やばいもう5時」とか言って、髪ボサボサの状況で「はい」とか言って出たの思い出した。おもろかったな、あの時の徳島のメイクさん。なんかその徳島の時はあのいつも STU のメイクさんをしてらっしゃるって言っておっしゃってたんよ、そのメイクさんが。そうめっちゃね優しかった。しかもなんか須田キュンとかの時になんか やっとるみたいに言ってたから、私はでもその時点でまひなさんのことが好きってそのメイクさんに話してたんですよ。だからメイクさんにまひなさんが好きなことを言って1周年です。今日でキャンパーさんありがとう、荻原さん結婚して契約違反です、キムキさんありがとう。どこで名刺もらえますか。でもまたねなんかやりたいけど、あれは心が折れますからね。円盤化してほしい。なんかでも YouTube にさペダルだけ乗っとるんだけど、千秋楽のそのカスミンしか勝たんよな正直。あの日のカスミンのペダルのなんかちょっともうカスミンテンション上がりすぎてなんかもう勝手に盛り上げ出してんの、ほんまにおもろい。あれペダルの乾燥のところ水で酔っ払ってるユイニャン。そうだよ、山梨と岐阜に似た感じ。ぬりさんありがとう。愛媛でイチゴの名刺もらえなくて残念だった。あら愛媛、そう愛媛もね行ったんだけどね。え、津田で食べて美味しいもの教えてよ。え、タイ飯。いやー本当に羨ましい。あの釜も食べたし、なんか生魚の方も食べた、うん、私は生魚の方派だった。え、そう朝7時とかに徳島駅で名刺配ったから、もうなんかもう通勤 してる人とかしかおらんし、なんかみんな急いどるんよ通勤だから。めっちゃ頑張った。あずみさんとヒータンと、ヒータンいた本当に、ヒータンっていたっけヒータンっていた、あいたわ。あずみさんとヒータンが同じ部屋だったもん、覚えてるわ。ドナーミュンか、この4人で配ったんや。やばおもろいよね。7月もいちご狩りが、最近めっちゃメールの返信くれるよね。うん見てますよ。おぎらさんありがとう、イケピスさんありがとう。カラオケ自業自得歌った、なるほど。でもなんか大丈夫そうでした。待ての、岡田さんが なんだ名刺は全部もらうから心折れあ優しそうやんな。でも一人一枚なんだよ。そうなんか一人一枚だから、なんかもう一枚欲しいって言ってくれる人とかもったけど渡せんくて。でもなんか愛媛の時かな、徳島わかんない、愛媛だな愛媛の時になんか他のライブハウスでなんかライブがあったっぽくて、そのファンの人とかに渡した。実物のいちごちゃん結構他のルームでも2人のやり取りが話題なんだって。パセリさんがなんか言ってたらしい。やっぱパセリさんにもらった丸バツ、パセリさんへカスミンと仲良し。そうカスミンはもうね、あのカスミンさ違う、なんかさ最近さヒータンをさ誘ったらさ、いやカスミンに今誘われたばっかなんよねって言ってヒータンに振られた。キヨさんありがとう。明日ソフトクリームの日食べよ。ナルカリさん、フラプチーノさんありがとう。うわ今明日のハヤチートでさソフトクリーム食べてるのは餃子。でもなんかねソフトクリームじゃなくてアイスクリームなの。どういうこと。あそういうこと、ヒータンいた、引かれた。もう引かれないでやめな、セクハラですよ。ガチさん、友和さんありがとう、マックさんありがとう。ヒータンおもろいから、ヒータン大好き。なんかヒータン最近さ人が変わったよね。なんかランキング読まなきゃ。ちょっと15位から読みます。15位、ちこうさん。10位、とやかひめさん。13位、とやかかいとさん。12位、みきみさん。11位、りささん。10位、にゃんこさん。9位、とんさん。8位、レディースガガさん。7位、くまさん。6位、りきねさん。5位、ルーさん。4位、ワンタンさん。3位、ゆきひろさん。2位、よしこくんさん。1位、とうのうさん。ありがとう、ちょっと激急ぎで本当にすいませんって感じなんですけども、メールの返信、もうずっと見てるよこうやって。メール送った後アクさんありがとう。
エッツンさんね、そう、オギさんありがとう、ハリオさんありがとう。メールはね返信届かんのよね、なんか本当のあのアプリである機能の返信はね、なんか最近届かんくて。ムさんありがとう。でもあの X でねハッシュタグつけてくれたら、うちもちきなこもちちちさんありがとう。やばい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 。N4 さんありがとう。あ、ノブさんありがとう。あ、おやすみありがとう。お疲れ。あーやばいやばい、時間がない、急に焦ってますから、バイバイ、おやすみ。